ネットフード、またここで歌を聴いてたんですか。歌だって、こいつは人生なんだよ、おちびちゃん。私は今人生を聴いてるのさ。え、ああ。こっちに来な。レッドフード、苦しいです。それからうるさいです。おっと、歌を聴いてるときに騒ぐなって。どうだ、人生が感じられるだろう。聴いてるだけで年を取りそうです。若いのが何言ってんだよ。古いものほどいいもんなんだ。ところでスノー、どうしてここに。私に会いたくて来たわけじゃないだろうし、エロ本でも借りに来たのか。違います、そういうのを見るにはまだ早いし。将来的には見るつもりがあるってことか。そうじゃなくて、指揮官が呼んでます。みんなに話があるそうです。隊長が今から。そうか、大体予想はつくけどな。よし、行くか。あの、このまま行くんですか。ヘッドロックをかけっぱなしで。ヘッドロックじゃなくて、親愛の情を示すハグってやつだと。それともおんぶされた方がいいか。いいです、このまま行きます。ん、プロレスの練習中かい。ずいぶん暇を持て余していると見える。違います。あ、プロレスの練習中でしょうか。お二人はいつでも熱心ですね。うん、違います。お二人とも一言よろしいですか。プロレスの技術はラプチャーに対して有効ではありません。ですので練習は無意味です。プロレスじゃありません。え、なんでプロレス。ヘッドロック、かけ方がちょっと甘いんじゃない。昔の映像を持ってるんだけど参考にする。リリスお姉ちゃん、レッドフードがいじめます。違うだろ、プロレスだぞって言ってるけど。プロレスじゃありませんって。あら、どうして怒ってるの。ん、プロレス。プロレスじゃありません。はあ、ではいじめかな。いやいや、何言ってんの。私がスノーをいじめるわけないもんな。まあいい、早く座ってくれ。ブリーフィングを始める。質問があります。ヘッドロックはかけたままでいいですか。好きにしてくれ。それでは全員揃っているか。グレン、ラプンツェル。はい、指揮官。ドロシー。はい。リリー・バイス。はーい。ではブリーフィングを始め。どうしてそんなに離れて座ってるんだ。仲が悪いのか。仲良くなるためには飲み会が必要だよな。前にいつやったのかもう覚えてないぞ。ん？一週間前にやったでしょ。あ？ん？いつも酔いつぶれるまで飲んでいるのですから、覚えているはずがないでしょ。
あ、いやー、最近ちょっと飲むだけでぶっ潰れちまうんだよな。レッドフードはお金を払いたくなくて寝たふりしてるのかと思ってました。スノー、私を何だと思ってんだ。無銭飲食して捕まったことがあるって。それは昔の過ちってやつさ。静かに、そろそろブリーフィングさせてくれ。よし、それではゴッデス部隊のブリーフィングを始める。やはり部隊の名前が気に入らんな。女神なんて私だけ仲間外れみたいじゃないか。指揮官、ブリーフィングはいつ始まるんですか？始めよう。みんなもよくわかっていると思うが、今の戦況は非常に厳しい。4年前、ラプチャーと呼ばれる忌まわしい敵の侵攻を受けて以来、これに対抗するため人類連合軍が結成され、全力を尽くして立ち向かってきたが、戦局はラプチャー側に傾いている。そしてそれは現在も変わらない。でも2年前から勝つことも増えましたよね。そうだ、私たちが戦場に投入されてから少しずつ勝機をつかめるようになった。これは誇りを持ってもいいことだ。ほら、自慢していいぞ。わあ、うちの舞台って最高。ほら、ラプンツェルもやって。ゴッテス舞台の一員であることが誇らしいです。私にはあまりそう思えませんね。当然の結果ですから。相変わらずお高く泊まったお嬢様だな。おお、ほう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 、当然の結果ですわ。庶民の皆様には理解できないでしょうけど。レッドフード、ドロシーのことをお嬢様っていうのはやめた方がって何回も。これで56回目になりますね。そして私はそのような笑い方も発言もしません。新人はあんまり誇らしくないみたいだな。言葉の通り、合流したばかりの新人だからね。それに戦果自慢は私には合わない。プライドを人生の支えとして生きていく人もいるものです。誰かに知ってもらう必要があるのか。私はただ強くなれれば事足りるのでね。他人の視線を気にするとは幼いことだ。幼いですか。棒切れを振り回している方に言われたくはありませんね。どういう意味だ。木の棒を振り回して喧嘩ごっこをするのは子供ぐらいのものでしょ。この剣を木刀だと思っているなら、今すぐ君の考えが間違っているということを証明してみせよう。ブリーフィングなんていいから外で修行でもしてこいよ。三人とも喧嘩しないでよ。喧嘩？じゃれ合ってるだけさ。では話を戻そう。我々は戦線に投入されて以来連戦連勝している。だがこれは私たちの部隊に限った話だ。我々だけがどれほど活躍をしても、全体的に見ればあまり大きな意味はない。兵の士気を上げ希望を持たせるという役割は果たせているが、それだけだ。少数精鋭では現実的にそこまでが限界ですから。人類連合軍の物資は続々と底をつき、配送を続けている。一方でラプチャーは増加の一途。数的にも兵器の水準的にも戦力の差は火を見るよりも明らかだ。
降伏するという話はどうなりました？言葉が通じない以上通用するはずはないだろう。私が提案した白旗を振ろうっていう案は？当然持ち出してもいない。ひどい。とにかく全面戦争では勝ち目がない。遺憾だが人類はラプチャに勝てない。それは全面戦争ならの話ですよね。そうだ。これまでのラプチャーの行動から推測される限り、ラプチャーはただ一つの命令システムで動いている。上位のラプチャー以外にはインプット機能しか存在しないことがその証明だ。つまり頭がいるということか。ん？それは頭は誰だっているだろう。そういう意味ではない。じゃあどういう意味だよ。それは頭目頭領と言うでしょ。その通り。ああ、頭？頭ですか。ボスやリーダーという言葉でも。うちの町ではみんな頭って呼んでたんだ。続けていいか。どうぞどうぞ。私たちがなすべきことは明白だ。ラプチャーの頭を倒す。もとい、ラプチャーのリーダーを倒す。クイーンの所在がつかめたのですか？相変わらずだ。まだ分かっていない。だが、ほぼ見当はついている。一定以上の規模がある地点は、すでに調査済みです。もちろん、どこからもクイーンの手がかりは発見されませんでした。クイーンというものが、実在するかさえ疑問です。いや、まだ一つ残っている場所がある。一番広い場所がな。指揮官、まさか。ああ。宇宙だ。宇宙？宇宙だって？宇宙って、あの宇宙か？軌道エレベーター。その通りだ。ラプチャー進行の初期は、誰も気にするどころではなかったが、奴らが進行後に最初に破壊したものは、各地にあるシャトル発射台だ。規模が大きな施設を、手当たり次第に狙っているのだと考えられていたが、今にしてみればかなり意図的な行動だったのだろう。そして現在、軌道エレベーター付近には圧倒的な戦力が集結している。そうですね。誰が見ても怪しいでしょう。何かあるということか、宇宙に。では私たちは軌道エレベーターで宇宙に向かうのですか？ま、そういうことになる。軌道エレベーターと接続された宇宙ステーションがある。そこがクイーンの本拠地であり、ラプチャー生産の根源であると予想されている。支援は受けられるのですか？ご存知の通り、軌道エレベーター付近は多数のラプチャーによって制圧されています。私たちが単独で突入することは不可能です。なんだ、お嬢様らしくない弱気な発言だな。自信と傲慢は別のものです。んじゃ無理なのか？尻尾振って逃げる？まさか。指揮官、早く教えてください。みんな不安になっちゃってるじゃない。ニケの量産化技術がほぼ確立した。去年約200人が製造され、全て正常に運用されている。そのうちのおよそ半数が合流するだろう。他には空からの支援爆撃などは？例のストームブリンカーというやつのせいで制空権は完全に失った。見込みなしだ。どでかいミサイルをぶっ放すのは？先日の ICBM 発射の時にどうなったか忘れたのか。ミサイルが突然出現した新型のラプチャーに飲み込まれてエネルギー変換され、そのまま破棄返された。
それで半径 20km が吹き飛ばされただろ。あいつはその時潰しただろ。相手はラプチャーだ。同型機が1体しかいないとは考えられない。ってことは爆撃も無理、ミサイルもダメ。量産型のお友達と一緒に突撃するってのが作戦か。軌道エレベーターの近くってラプチャーが20万匹とかいるんだろう。それを私たちだけで突破する。そうだ、うん、賞賛は。さあな、結果は勝つか負けるかの2つに1つだろ。生きて帰れる確率はどれくらいでしょうか。さあな、生きるか死ぬかどちらかだから 50% というところか。受けられる支援は量産型の皆さんだけですか。さあな、秘密兵器ぐらいは出るかもしれないぞ。はっきり言えることはねえのかよ。私たちが勝つ。分かってるね。よし、やるよ。私の最後の戦いにはちょうどいい。あ、うん、え？ああ、そっか。新人の先生は知らないんだったな。ちょっと待ってな。実際に見るのは初めてだろ？目が赤いだけじゃない。体調が悪いと声も変わるんだ。君、それは、まさか。うん。私、侵食されてんだ。噂には聞いたことがある。特殊なラプチャーの触手にやられたニケは侵食と呼ばれる状態になる。頭が完全に壊れ、味方に刃を向けたり飛行に走ったりするようになると、都市伝説のようなものだとばかり思っていたが。どうよ、都市伝説を目の当たりにした感想は。さて、今の君の姿を見る限り危険そうには見えぬが、ただ目が赤いだけではないのか。まあ人によって違うらしいんだよ。すぐに症状が出る場合もあるし、私みたいにずっと潜伏してる場合もあるし。ちょうど情報が届きました。 VTC から。はい、侵食現象も進化しているようですね。初期の侵食は完全発現まで時間がかかるものでしたが、最近はすぐに発現するそうです。それとコードネームウルトラの侵食誘発装置は旧世代のものだったと明らかになりました。どれくらいかかるって、完全に発現するまで。 VTC で引き続き調査中です。いずれ答えがわかるでしょう。残り1週間とかだったら笑えるよな。全然笑えません。こういうのはさ、こうやって平気な面してりゃ平気になるんだよ。平気じゃないくせに。ま、そういうわけ。私はこの作戦が終わったら引退だ。余生は静かで幸せに過ごすとするさ。覚えておこう。ほら隊長、何をすればいいのか教えてくれよ。何の計画もなしに突撃なんて言わないだろう。明朝、私たちはエリシオンの第三ニケ研究所に向かう。そこで君たちの妹になる子を紹介する。妹ですか。ああ、実は隠し子がいてね。はい。真に受けないで。ここからは私が説明します。次世代のフェアリーテールモデルが完成したそうなの。名称はシンデレラ。専用武装のガラスの靴も完成してるし、テストも終わって
実戦性能も証明されてる。私たちはシンデレラと合流し、起動エレベーターに向かうことになるの。シンデレラの能力は何か作戦と関係があるのですか？もちろん戦力が増えるのは喜ばしいことですが、チームワークもままならない状態で重要な作戦に投入するのはリスクが高すぎるのでは？それは心配しないで。短期殲滅戦に特化した能力でそれだけやって抜ける予定だから。航空爆撃やICBM での支援に匹敵するはず。それほどに？ええ、そう聞いてる。三大企業が莫大な資金と技術を投入して生み出されたフェアリーテールモデル。つまりあなたたちはラプチャーを相手に無敗に近い戦果を上げた。それでニケ製造の方向性は大きく二つに分けられたの。量産型と特化モデルの二つに。適合者になれなかった。自我がそこまで強くなかった子たちは量産型になって、自我が強く固有の能力を発現できる、いわゆる適合者には、莫大な資金と技術が投入されて、フェアリーテールモデルのニケになるの。本来の計画だったらすぐに量産型に舵を切るはずだったんだけど、あなたたちの戦果が大きかったから、シンデレラみたいな第二世代のフェアリーテールモデルにももっと予算が投入されることに決まったの。私たちはその中で最初の完成品を迎えに行くってこと。強そうだな。もちろん単純なスペックだけならあなたたちを圧倒できるんじゃない？私より強いかも。お姉ちゃんより強い人はいませんよ。スノー、ずいぶんお姉ちゃんびいきだな。だって本当のことですから。戦いはスペックだけで決まるんじゃねえぞ。その通りね。フェアリーテールモデルを上回るスペック、君たちをも上回る。ならばまず君たちと手慣らしをしておいた方が良さそうだ。話のついでだが、君たちとは真剣に戦ってみたくて体がいつもうずいていたからな。グレン、身内で戦うつもりならリーダーである私に話を通すのが先でしょ。では作戦ブリーフィングはここまで。質問がある人。侵食手当とか出ねえの？レッドフード。いや冗談だって冗談。そんな目で見るなよ。質問はないようです、指揮官。では解散する。早朝から動く予定だ。今日は十分に睡眠をとってくれ。お先に失礼します。うん、励ましてあげて。お前が言った方がいいんじゃないか。友達として話を聞いてあげてってこと。私が言っても慰めることしかできないもの。そういうのマジで苦手なんだけど。いいから。わかった。おう、おちびちゃん。どうしてそんなにしょげてんだ？ん？ビビっちまったか？レッドフード、侵食されてること、あんな自慢するみたいに言わないでください。なんでだよ。だからそれやめてくださいってば。
スノーが答えてくれたらやめるよ。死ぬってことじゃないですか。今は大丈夫だって言っても結局は死ぬんですよね。おいおいおちびちゃん、死ぬなんて大げさだな。目と声がちょっと変になって親の見分けもつかなくなるだけだって。それが死ぬってことじゃないですか。どうしてそうなる。それでも生きてるだろ。記憶がなくなったらそれは死ぬのと同じことです。秘密を一つ教えてやろうか。秘密？誰かが覚えていてくれる限り人は死んだことにならない。そいつの胸の中で生きてるんだ。それどこで聞いた話ですか。小さい頃見たアニメだったかな。ドリルとかが出てくるやつ。私は今真剣な話をしてるんです。心配性だねおちびちゃん。どうしてまだ起きてもいないことを心配してるのさ。もしかしたら私が侵食を乗り越えた最初の二件になるかもしれないし。ほらピンピンしてるだろ。完全に発言するまで時間がかかるってだけじゃないですか。それが何十年か何百年も先になるかもしれないだろ。まだまだわかんないって。だからさ、元気出せよ。まだ何も起きてないんだから。わかりました。もう心配するのはやめます。そうそう。それでこそ私が安心して眠りにつけるってもんよ。だからそういうこと言わないでくださいって。スノーは本当にからかいがいがあるな。歌でも聞くか。またあの古い歌ですか。古い歌じゃない、昔の名作さ。古いものほどいいもんなんだ。わかりました。レッドフード、ん？今回の作戦が終わったら本当に故郷に帰るんですか？うん、帰るよ。最後までここにいちゃダメなんですか？ダメだね。どうして？たまたまゴッテス部隊のメンバーになれて、私にはもったいない経験をしてきたけどさ、ここは私がいるべき場所じゃない。私はただの騒がしくて古臭い場所から出てきた田舎者なんだよ。私の故郷はそこなんだ。だから戻らないと。狼は井戸の底で、うん、とにかくそういうことだ。どういうことかさっぱりわかりません。わからなくていいさ。わからない方がいい。あ、そうだ、これやるよ。何ですか？ちょっと使い古した感じだけど、高かったんだぞこれ。音が違うんだよ音が。それからここに秘密のスペースが。いりません。おちびちゃん。何が死なないですか。死ぬつもりのくせに。もうすぐ死ぬからくれるってことでしょ。それレッドフードの宝物じゃないですか。いや違うよ、私はもっといいのを買って。古いものほどいいんでしょ。それにドケチのレッドフードがタダで何かをくれるはずありません。スノー、そいつは言い過ぎじゃ。いりません、絶対受け取りませんから。はあ、参ったね。考えをすぎるよおちびちゃん。
と1時間でエリシオン第三二家研究所よ。準備はいい？準備することなんてあんの？普段通りでいいだろう。着陸するときにラプちゃんが寄ってくる可能性があるから、少し離れた場所に降下して徒歩で向かうの。じゃあ準備がいるな。それとスノーホワイトが夕べから工房に閉じこもって出てこないんだけど、うまくいかなかったの？ああ、私も死ぬのは初めてだから、おちびちゃんに何て言えばいいのかわからなくてさ、大泣きに泣きゃいいのか、楽しい思い出でも振り返りながら過ごせばいいのか、どっちも違う気がして、プレゼントを渡そうとしたんだ。そうしたら受け取らずに行っちまった。それじゃあ片見分けじゃない。嫌がるはずね。じゃあどうしろってんだよ。他には何か言ってなかった？ずっとここにいろって。故郷に帰らないで。そのつもりはないの？言っただろ、私はそもそもここにはふさわしくない人間なんだ。私がゴッデス、女神だなんて。裏通りで不良なんかやってて、事故で落ちぬ直前まで行ったのに、急に適合者だとかなんとか言われてさ、いきなりニケにされてここに来たってだけなんだ。元最年少エースパイロットのお前とか、次期教皇と呼ばれてたラプンツェルとか、有名な政治家の御令嬢のドロシーとか、兵器開発の天才のおちびちゃんとは根本からして違うんだよ。グレンぐらいか？でもグレンだって剣術の才能があるんだろ？結局裏通りのチンピラ出身の私とは何もかも違うってことだ。それはどうかしら。あなたほどゴッデスにふさわしい人もいないと思うけど。皮肉がうまくなったな、リリス。本人が違うって言うのなら仕方ないけど。でも、みんなそう思ってる。スノーホワイトがあなたにここに残ってほしいって言った理由、わかる？ここにいるのに一番ふさわしい人だからよ。だからもう一度、よく考えてみて。最後の時まで、大切な仲間たちのそばで過ごすこと。お断りだね。私は故郷に帰って静かに眠るんだ。昔の歌でも聴きながらさ。そう。それならもう止めない。でも、レッドフード、本当に故郷に帰りたいの？なんだって？降下ポイントに到着した。全員パラシュートの用意はいいか？当然です。座標も覚えているな？はい、問題ありません。よし、では準備が終わったものから降下を開始。先に行きます。みんな後でね。リリスは単独で大気圏も突破できてしまうのでは？試したことがないからわからないが、多分できるだろうな。プロトタイプ、ゼロ式などと言われるものは大体そんな感じだろ。おい、おちびちゃん。一緒に行くか？スノーホワイト、降下します。あいつ、すっかりいじけてしまったようだね。私にはどちらも理解できないがね。あなたが一番得意としていることがあるでしょ？涼しい顔で壁を叩き壊すことです。まあ、頑張ってください。レッドフード、
ったく、なんだよみんな揃って。 いえ、私が指揮官と交換します。そっか、怪我しないようにな。早く仲直りしておくことだな。後で後悔しないように。何が仲直りだよ、喧嘩なんてしてない。対空砲を確認。は？なんだよ急に。この近くにラプチャーはいないんだろ。ニケ研究所の方向から射撃。なんだと。で、ラプチャーどもに先手を打たれたか。パラシュートがやられました。落下します。スノー落とした。くそ、どけ。レッドフード、パラシュートもなしに何を。知るかよ。体の状態は大丈夫。武装も壊れてない。早くリリスお姉ちゃんに連絡しないと。通信機が壊れてる。どうしよう、ひとまず研究所に行って合流した方がいいかな。戦闘準備を。だいぶ倒せた。弾薬は十分だし、セブンスドワーフも異常なし。よし、このままいける。よう、おちびちゃん、今から私の言う通りにしな。はい。1、姿勢を低くして弾倉2つを拾う。拾いました。2、片方の弾倉は懐に戻す。戻しました。3、残った弾倉を銃に差し込む。はい。4、幽艇を前に押し出す。落ち着いたか。はい、ありがとうございます、レッドフード。よし、じゃあ寄ってきたファンどもに挨拶をぶちかます。いつも通り私が狙ってる場所に火力集中できるだろ。はい。合図を出しな。私が？せっかくだからさ、テンションを上げていこうぜ。エンカウンター。
クリア。隊長、リリス、スノーと合流した。そっちは？研究所は壊滅していた。誰も残っていない。生きているものはな。ひとまずこっちに合流して。あなたたちも見ておいた方がいいものがあるから。わかった。その距離なら20分ほど歩けば着くだ。誰か送ろうか。指揮官。あ、考えてみるとこちらも手一杯だな。二人で何とかしてみる。はいはい、行くか。はい。歌でも聞くか。レッドフード、まだラプチャーと戦い足りないんですか。見てみろよ、近くにこれ以上残ってると思うか。全部ぶっ倒したんだ。一匹残らず全滅だよ。いっそ部隊の名前も変えちまった方がいいな。ゴッデスじゃなくてラプチャー殺しとか。で、歌は聞くか。好きにしてください。スノー、私に何か言いたいことがあるんじゃねえか。レッドフードは？私がお前に言いたいこと？お前はうまくやってる。心配すんな。またそうやって適当に流そうとしてますね。おちびちゃん、私は死ぬ。死なないって言ってたくせに。死ぬんだよ。侵食の治療法は見つかってない。だから正直わかんないんだ。終わると決まってる私がどうすりゃいいのか。だからスノーが決めてくれ。言う通りにするから。私の望みはただ一つです。ただただいつものように過ごして、最後の瞬間には私たちと一緒にいてください。故郷には帰らないで。それで十分です。わかった、そうしてやるよ。スノーの頼みだからな。頑張るとするか。スノーちゃん、いじけちゃった？じゃあこの小さなお口はなんでとんがってるのかな。うん、引っ張らないでくださいよ。ビヨンビヨーン。やめてくださいってば。現在の状況確認のためブリーフィングを行う。現在地エリシオン第三二系研究所は6時間前に約200機のラプチャーに襲撃された。その中にコードネームウルトラが4機確認されている。あいつか。つまり大規模というだけでなく上級の個体が多数集結していたということだ。計画的な進行だったとも言えるだろう。フェアリーテールモデルを狙ったものだと考えていいですよね。ああ、明らかにそうだ。まず施設は完全に壊滅している。人員及びニケは全滅。まともな抵抗さえできなかったようだ。製造中だったフェアリーテールモデル2機は大破。ここまでする必要があったのかと思うほど徹底的に破壊されている。悪意さえ感じられるほどだ。ただ完成済みのシンデレラが行方不明だ。専用武装であるガラスの靴も発見できていない。生きているということですか。不明だ。どこかで死んでいるのか、さまよっているのか。それと、見せた方がいいと思います。
そうだな。君たちも事態の深刻さを知る必要がある。こちらだ。移動しよう。なんだよこれ。面用極まりない。ラプチャーの部品がニケに刺されているのですか？いいえ、よく見てください。ラプンツェル、融合しています。この方はまさか生きているのですか？いいえ、死んでる。外傷はなし。ショック死ね。それと決定的なのは、生きていますね。ラプチャーだけが。ということは。ええ、詳しくはよくわからないけど、ラプチャーがニケと融合を試みて、その過程でショック死したみたい。明らかにラプチャー主導の行動とみて問題ないはずよ。ラプチャーどもが妙な真似を始めたということだ。侵食のことといい、尋常ではない。 VTC に報告します。ああ、私も上層部に報告する。これ、このまま放っておくのか？ああ、生きているラプチャーは重要な手がかりだ。少しは調査に役立つだろう。私たちは今日ここに滞在し、上層部がこれを回収するまで待機する。じゃあその次は？シンデレラと合流してから起動エレベーターに行く予定だっただろう。でもシンデレラが行方不明だ。そいつを探しに行くのか、それとも私たちだけで起動エレベーターに行くか。その点についてはリリスと検討する予定だ。了承には伝達する。 OK、 了解。妙ですね。何がだい？侵食の時もそうでしたが、最近のラプチャーの行動は不可解です。ドロシーもそう感じたのですね。ラプンツェルも。はい、侵食もそうですし、先ほどの融合も。ラプチャーの立場から考えてそのような行いをする理由がありません。事実上ラプチャーは人類を相手に絶対的な優位性を持っています。大きな変化がなく、このまま戦争が続けばラプチャーの勝利は決まっています。にもかかわらずこのような行動をするということは。聞かせてください、ラプンツェル。あなたの考え、もてあそばれているようです。勝者が敗者をもてあそぶ、そのような悪意を感じます。同感です。鼻持ちならん連中だ。おごる者たちは敗者に首を叩き切られる。まあ見せてやろうぜ、私たちが。おちびちゃん、さっきから何を一人でもぞもぞしてんだ？あ、孤立してしまった時に備えてシミュレーションを作ったんです。なんだ、ゲームじゃんか。こんな短時間で作ったのか。一回やらせてくれよ。ゲームじゃなくてシミュレーションです。私がいつも聞いてるやつ、 BGM に使わないか。ジャンルが全然違います。ほら、ジャンルってことはやっぱゲームだな。うん、いいから1ゲームだけやら。うっ、頭が痛え。レッドフード、ひとまず寝かせましょう。大丈夫だ。たまにこうやってひどくなるんだよ。
おちびちゃん、こっちへ来な。手を握ってく。私は外に忘れ物があるので。あいつ、喋らないで横になってください。スノーホワイトは私が連れてきますから。いや、私が行こう。二人はレッドフードを見ていてくれ。あ、はい、わかりました。おい、ケンナ先生、スノーはまだ子供なんだ。あんまり責めんなよ。もし手でもあげたらぶっ飛ばす。覚えておこう。シンデレラを探しましょう。こんなことは言いたくありませんが、私たちだけでは勝算がなさすぎます。シンデレラが生きているという保証は？現在地はどうやって調べる？ひたすら捜索するしかありません。どれだけかかるか、無事に見つかるかは分かりませんが。リリス、私たちには時間がない。レッドフードにはでしょ？そうだ。レッドフードにいい最後を迎えさせるために七まで出向けと言うんですか？七ではない。私たちは勝つ。指揮官が根性論者だなんて今になって知りました。上層部から命令が降りた。レッドフードを処分せよだそうだ。こういう時だけ決定が早いですね。侵食についてはまともな情報がない。不安要素を抱えたくないのだろう。それにレッドフードはゴッデスの一員だ。勝利の象徴たる女神が侵食に汚染され倒れたという話が広まれば、士気が致命的に低下しかねないという話だ。処分するために戦死させろと。そうだ。ひどい。ああ、正直よくわからない。どうすることがあいつにとって一番いい終わり方になるのか、私たち自身も。指揮官、私たちが初めて会った時のこと覚えてますか？もちろんだ。金になるなら何でもする汚い傭兵だと言われたな。そこまでは言ってません。あの時の指揮官はなんというか野生的な魅力があったみたいな。今は大人の魅力にあふれているだろ。上の命令は全部無視して自分のやりたいようにやりながらいい結果を出してきましたよね。そのおかげで私たちはここまで来ることができました。私たちは指揮官を信じています。だからやりたいようにやってください。だいたい今さら上層部の命令なんてそんなに大事です？それもそうだな。私は何も反対しません。やりたいようにやりましょう。じゃあ少し泣いてもいいか？それはダメです。失礼するよ。はい、グレン。なぜ逃げたんだい？逃げただなんて。外に忘れ物をしていたから。ならば見せてみるがいい、君が取りに来たものを。なぜ逃げた？私はレッドフードが最後を迎えるときそばにいたくないんです。もし私がレッドフードを撃たなきゃいけない時が来たら、私は耐えられないと思います。想像もしたくありません。であればなぜレッドフードが故郷に帰ることに反対した？
私たちと一緒に最後までいてほしくて。実に勝手な物言いだな。レッドフードの最後は見取りたいが、それに関わりたくはない。レッドフードは君にとってなんだ？ただ楽しいことだけをする関係かね。彼女が君にとって心から大切な人だというならば、たとえその最後が楽しいものでなくとも、ましてや醜いものであろうとも、最後まで見届けるべきではないのかい？さあ戻ろう。戻ってレッドフードに顔を見せるのだ。はい。ありがとうございます、グレン。抜け抜けと。己が果たせなかったことを人にはよく言えたものだ。レッドフードはどうですか？容体は落ち着きましたが、まだ自由に体を動かすことはできません。お話ぐらいはできますよ。ラプンツェル、少し席を外しましょう。はい。ごめんなさい。こっちに来な。何か置いてきちまったんだろ。あったのか？はい、ありました。そっか、じゃあ休もう。レッドフード、あの、歌でも聴くか？はい。全員揃っているか？ああ、レッドフードはそのまま聞いてくれ。もう収まってるって。病人扱いすんなよ。では今後の私たちの計画について説明する。シンデレラの追跡は行わない。現在の戦力だけで軌道エレベーターへ向かう。いいね。わかりました。はい。思う存分剣を振り回せそうだな。作戦は例の融合体を引き渡した後すぐに開始する。つまり明日の朝からになるだ。作戦はシンプルだ。空中から可能な限り接近し降下する。その後ラプチャーを突破し軌道エレベーターへ向かう。その後軌道エレベーターに搭乗してステーションへ上がり、クイーンを倒す。とてもシンプルですね。シンプルすぎる気がしますが、急に昔に戻った気がしませんか？そうですね。では今から各自整備を行ってくれ。以上。聖女様よ。はい、どうしました？どこか具合が悪いのですか？いや、そうじゃなくて、プレゼントでも渡そうと思ってさ。スノーホワイトがどうして受け取らなかったのかわかります。なんだか急に押し付けられた気分です。なんだよ、聖女様も泣きながら飛び出してったりするのか？いいえ、こう見えても慣れていますから。くださるというならありがたくいただきます。大切にしますね。ん？どうした？いえ、書籍とは意外ですね。いいタイトルですね。熱くて盲目的なもの1。レッドフードの贈り物ならカセットテープあたりかと思っていました。それなりに役に立つもんを渡さねえとな。ありがとうございます。読んでみな。人間の営みについて書かれてる。フラッチな本ではありませんよね。以前も私に。いやいや、表紙も普通だろ。この間とは違って。信じますよ。うん。ほう。お？
まいました。どう？面白いだろ？人間の営みってやつ。面白くありません。その割には目が釘付けだな。金書に実際に目を通すのは初めてなので。だよな、そんな気がしたからあげたんだ。あ、私を堕落させるつもりですね。そこまでじゃねえよ。お前さ、今までレールの上に敷かれた人生だけを歩いてきただろ。生まれた時から次の教皇として育てられて、言われたことだけやってきたはずだ。ニケになったのもお前の意志じゃないだろ。だからそろそろやりたいことをやったらどうだ。私はこういうものには興味ありません。それにしちゃ、そういう話をするたびに全神経をこっちに集中させてたよな。どうしてそれを。あれでバレないって思ってたお前が不思議だよ。とにかくおせっかいだろうけど、ちょっとかわいそうだなって思ったんだ。使命に縛られてるから。私とは違って、私は自分勝手に生きてきたからな。レッドフード、この間からこの話をするべきかどうか迷っていたのですが。ん？なんだよ。今のレッドフードを見ていると死にたがっているように見えます。あ？今すぐ死んでも後悔しないようできることをやっておこうという意志が感じられます。じっと座って死を待つくたびれた老兵のようです。別に間違ってはないな。いいえ、レッドフード、私が知っているレッドフードは絶対に諦めない人でした。目の前にどんな敵がいても、どんなに難しい任務でも、汚い言葉を吐いて正面から突き破る人です。ああもうダメだと諦めたりはしません。聖女様よ、私は時間制限付きなんだ。もうすぐ死ぬんだよ。今さら何ができるってんだ。お前らに何か残していく以外にできることなんてあるか。立ち向かって戦ってください、いつものように。どうしろって言うんだよ。侵食の治療例なんてないんだろ。知られるようになって日が浅いですから。私も VTC も昼夜を問わず治療法を研究しています。ですからレッドフード、諦めないでください。ほんの少しの未練でも構いません。すがりついてください。私が必ず治療してみせます。なあ、信じてみるよ。杖を少し改良しました。もう湿度のせいでビームの軌跡がおかしくなることはないですよ。まあ影響が全くないとは言えませんけど。ラプンツェル？え？あ、はい。私の話聞いてました？あ、はい、聞いていましたよ。ありがとうございます。さっきから真剣に何読んでるの？参考書です。何の？秘密です。うん。それからグレンの鎧は腰を少し薄く改良して、その分を足のパーツに回しました。腰の回転が楽になるはずです。力を支える足はより丈夫になりました。ふむ、いらぬお世話だ。そんなものがなくとも私は十分役目を果たせる。じゃあ返せよ、元に戻してやるから。そこまでする必要もなかろう。ドロシーは服に汚れがつきにくくなるように改良しました。完璧です。ドロシー、前から聞きたかったのだが、どうして身だしなみなどを気にするのだ。
体を使えば簡単に解決できることを戦略にも随分こだわっているようだ。体を使って戦うなんて野蛮ではありませんか。野蛮？あ、失礼。スマートではないとしておきましょう。スマートではない？ドロシー、口を開けば開くほどグレンの神経を逆なでしてますよ。ドロシー、表へ出たまえ。作戦が終わってからにしましょう。スノーホワイト、続けてください。いや、今だ。来たまえ。はあ、リリスお姉ちゃんのは手を加えてません。そもそも私が理解できる技術でもないですし。ありがとう。気持ちだけ受け取っておくね。それからレッドフードはライフリングの管理がめちゃくちゃなので掃除しておきました。銃口がすごく汚れてたし、なんで断層にスパゲッティがついてたんですか。あと、信じられないけど大尻でキノコが育ってました。嘘でしょ。見ます。やめとく。とにかく掃除をしただけですが問題はありません。最初から丈夫に作られてますから。スノー、だったら何の問題もないってだけ言ってくれたらいいじゃねえか。それで指揮官は、喉がすっきりするキャンディーでもあげましょうか。ん？ありがたいが、なぜだ？その、指揮官は大声を出す以外、特にすることがないし。なんだか、とても悲しいな。これで戦闘準備は完了。弾薬もたっぷり持ったし、体調もみんな良さそうだし。あとは戦うだけ。じゃ、出発ね。時間もありそうだし、お嬢様と剣の先生はちょっと私と話さないか。ん？立ち会い人をしてくれるのかい？それはありがたい。ドロシーに体を使う喜びを叩き込んでやらねば。体を使う喜び？それはどうやって。この子どうしちゃったの？飲み込みが早すぎるのも問題だな。二人に話したいことがあるんだ。あの、もしよければ、私も見学させていただいても。ダメだ。もう知ってるだろうけど、私は多分これが最後の作戦になる。だから何か一つでもお前たちに残したくてさ。でも何が好きかもわかんねえから、欲しいもんがあったら教えてくれ。その話をするために呼んだんですか？片見分けをするつもりで。ああ、湿っぽい話なんてらしくありませんね。湿っぽい？不要です。別れの言葉も特にありません。今もこれからもあなたには似つかわしくないものですし。まだわからないのでしょ、侵食が発現するかどうかも。楽天的だな。そうでしょうか。整備しなくてはいけないので。先生は欲しいもんない？ない。そっか。スノーホワイトとは仲直りできたのかい？ああ、できたよ。でも多分最後はがっかりされるんだろうな。君、まさか。スノーには秘密だぞ。わかった。君の気持ちがわからないわけでもないからね。ありがとう。今までよく頑張った。そっちこそ、これから頑張ってくれよ。
量産型部隊が正面から突入。合わせて遠距離支援爆撃開始。高度維持、速度を落とすな。なるべく深く切り込むぞ。ラプちゃんがこちらを認識。対空火器にマーキング。自律飛行に切り替え、1分後に降下。攻撃する。直近の J ポイントで合流。合流後最短距離で軌道エレベーターに突入する。時間との戦いだ。敵が奇襲から立て直す前に入り込む。パラシュートは使わない。逆噴射装置を使え。命令はただ一つだ。敵を一掃しろ。レッドフード、よっしゃ先に行くぜ。うわ、びっしりやがれ。スノー、3時の方向から片付けるぞ。はい。ウルフスベイン、レディ。セブースドワーフ、レディ。よし、やっちまえ。もう一回。はい。よっしゃ、もう一回。地面が近いです。くそ、逆噴射装置起動。中距離、何してんだ。実に賑やかだ。同感です。敵発見、ビーム兵器モデル。入り込みすぎたか。剣でビームを切れないのですか。この機会に試すとしよう。死んでしまいますからやめてくださいね。グレン、切れますか。当然であろう。天地万物を切るとはこういうことだ。まだまだだな。もう少し早く切れたはずだ。ポイントクリア。虹の方向に直進。なんだあそこは。うじゃうじゃいすぎだ。迂回するべきでは。行け、リリスが出る。んじゃ黙って突撃だな。
疲れ様。じゃあ行こっか。やはりあれには勝てんな。自動エレベーターまで 1km。 みんな大丈夫だよね？もちろん。きっと精鋭が入り口を守ってるはず。そしてエレベーターの中には何があるかわからない。でも何の問題もない。あなたたちは強いからですよね、指揮官。そうだ、君たちは強い。もう少しかっこよく話してもらえません？こっちは生身の人間だ。3キロメートルを全力疾走しましたからね。前方、あいつがいる。あいつ？ウルトラだ。みんな触手に気をつけて。レッドフード、持ち場を維持して。悪い、時間がないんだ。全員レッドフードを中心に隊列調整。コードネーム、ウルトラと交戦開始。あいつさえ倒せば軌道エレベーターまではすぐよ。行くぞ、エンカウンターだ。状況終了。奇襲じゃなきゃ大したことないな。じゃあエレベーターに乗って宇宙に行く？よし、行こう。中に何があるかわからないの。みんなしっかり気を引き締めて。指揮官、宇宙服は問題ありませんよね？ああ、宇宙服を着られると思うと昨日からワクワクして眠れなかったよ。じゃあ行きましょう。眩しい。お日様も歓迎してくれてるみたいだな。その言い回しは古臭すぎませんか？見ろよ、スノー、東の方が赤く。どうしました？みんな、あそこ何だと思う？人間みたいですけど。新種のデコイでしょうか？制空権は諦めたのかと思っていましたが、考えを改めたようですね。デコイにしては形が変わりすぎていないかね。あれ、動きましたよ。体から何かが抜け出ているようですね。分裂している。あ、体から抜け、ラプンツェル、大丈夫ですか？こりゃあ私のせいだな。私には目視できん。望遠鏡はないか？携帯のズーム機能で見えませんか？さすがスノーホワイト、機械のスペシャリストだな。指揮官が使いこなせてないだけですよ。デコイではなさそうだな。ん？シンデレラだ。何？資料で見た顔と同じだ。ガラスの靴もある。しかし目の色が。全員入れよ。狙撃準備。なんだこれ、全部ビームかよ。
回避不可能、ラプンツェル。第2波が来ます。また防御を試みます。レッドフード落として。オーケー、任せな。単独で運用できるはずが。ディストーションリング生成できません。出力不足です。私が切る。ふざけたこと言わないで、みんなしっかり捕まって。指揮官は鼻と口を塞いでください。早すぎ。息が。我慢して、このまま退却するよ。退却？何を。勝てない。ふざけんな。私はここで死ぬなら勝ってからにして。負けっぱなしなんて恥でしょ。私には時間が。リリスお姉ちゃんは重度のオーバーヒートで整備中だ。しばらくは指一本動かせないだろう。はい。これからどうなるのですか。人類は地下に避難する。世界はラプチャーのものになるだろう。人類は滅びるのですね。そうとも言えない。アークには完全に近い生存環境があるだし、狭いということを除けばな。私たちはどうすれば。人類の移住を支援する。その次は。アークへ向かい反撃に備えなければならない。そうですか。そうか。じゃあ私はここまでだな。はい。もう限界なんだ。多分持ってあと数日ってとこだな。ひょっとしたら今日かもしれない。何を言ってるんですか。最後まで私たちと一緒にいるって言ったじゃないですか。悪いね、おちびちゃん。嘘ついてたんだ。死ぬのは故郷で、ずっと前からそう決めてた。もともとはお前らと一緒に戦って死ぬ気だったんだけどさ、逃げて生き残っちまったから。だから私は行くよ。ダメです。行かせません、絶対に。スノー、よく聞いてくれ。狼は井戸の底で死ななきゃいけないんだ。人間はみんな死ぬ場所が決まってるってことさ。ここは私が死ぬ場所じゃない。嘘をつかないでください。レッドフードだってここに残りたいんじゃないですか。ここが好きですよね。一緒に戦って死にたいって思うほどだったんじゃないんですか。ああ、
そんなの全部出任せだ。正直に言うよ、侵食は直接感染者を殺しはしない、誰かに殺されないと終わらないんだ。私がずっとここに残ってたら、いつか侵食が完全に発現するだろうし、その時は決めなきゃいけない。その時が来たら、お前ら私を撃てるか。撃てるのかよ。撃て、泣かずに撃てるか。撃てないだ、バカみたいにいいやつらばっかだよ。そうなったら、私が最後に見るのはお前らの泣き顔になっちまう。それを見ろってのか。それを見て死ねって。私は見たくない、絶対嫌だ。だから行かせてくれ。行って静かに死ぬんだ。そうか、指揮官。君がそう決めたのなら止めはしない。本当にご苦労だった。隊長もな。みんなご苦労さん。ドロシー、スノーホワイトを抑えろ。話してください、ドロシー、話して。おちびちゃん、かわいいスノー、元気でな。楽しかったよ。死んだって。